ダムビン・チャグダルジャブは、モンゴルの政治家、革命家。1921年3月から4月まで、モンゴル臨時政府の首相を務めた。モンゴル人民革命党を結成した最初の7人の一人である。1880年、現在のセレンゲ県に生まれる。長寿で商人となり、1916年から1917年には、イギリスとロシアに渡っている。 1919年、ニースレルフレイで、ドグソミインボドーを中心に、ホルローギーン・チョイバルソンらと共に、秘密革命組織、領事関係グループを結成した。同グループは、革命の中核となると同時に、ソリン・ガンザン、ダムディン・スフバートルらのズーンフレイグループと1920年に、モンゴル人民党を結成した。1920年、 モンゴルの中国独立支援を要請するため、ソビエトロシアを訪問した。この時、モンゴルからは、チャグダルジャブのほかスフバートル、ダンス・ランビレキイン・ドグソム、ダンザン、ボドー・チョイバルサンダリザビーン・ロソルの革命家7人が放送した。チャグダルジャブとダンザンは、モスクワを訪れ、ウラジー・ミル・レイニンと会見した。この時の7人は、後に、モンゴル人民革命党の 最初の7人と呼ばれるようになった。施設団がソ連滞在中の1920年10月にロマン・ウンゲルン率いる白軍がモンゴルに侵入した。1921年2月、ウンゲルンがニースレルフレを攻略すると3月1日から3日までモンゴル人民党はソモー国境のトロイツコサフスクで会議を開催し、党議長にダンザンを選出した。この会議は後に モンゴル人民革命党の第一回党大会とされた党綱領として10項目の原則が採択され、モンゴルは共産主義運動に加わることが宣言された。1921年3月13日、党大会の後にモンゴル臨時人民政府が樹立され、チャグダルジャブは臨時政府の首相に就任した。同年四月十六日、チャグダルジャブは ウリャン海政府代表となり、公認の首相はボドウが外省兼務で就任した。1922年、チャグダルジャブはボドウとその他4人の元閣僚と共に人民政府打倒、反革命の罪に問われ、同年8月31日に処刑された。チャグダルジャブとボドウの処刑は、1920年代と1930年代にモンゴルで起きた。 いくつかの粛清の最小とみなされている。ありがとうございます。